おはようございます。なんかね、あまり電波の状態良くないんですけども、ちょっとだけインドネシアの風景をお送りしようかと思います。頭がこんな感じなんで、すいません、帽子かぶらせてくださいね。切り替えて、おはようございます。人が出てきてるでしょ。いろいろね、ご飯の時間なんで集まってますよ。この象みたいなのがいるじゃないですか。なんか行きにくいですね。僕がそれ撮ってるからかな。あ、どうもおはようございます。どうも朝食の時間です。あそこ上に2人いるでしょ。あれが現地の方ですね、あの2人が。でここコーヒースタンドになってるんで、ちょっと今ね、私コーヒーいただいてたんですけども、でこれ傘がね、でかい。これ BRI って書いてますね。でここに神様がいらっしゃるということなんでね、手を合わせようかなっていうところですね。でこれがまあ客室です。ここで寝泊まりしてます。私は2階なんですけどね、今回で、こう噴水がダーンとあって、うん、なんかね、南の島で自由を満喫してます、お金と時間から解放されませんか、ネットワークビジネスみたいなね、そんな動画が撮れそうですけども、別にバリ島はね、単なる別に誰でも時間の自由とかね、お金の自由なくても来れますんで。まあけどね、やっぱりなかなか海外旅行ともなるとかかるもんもかかりますんでね。今回はね、関西空港からこのテンパサル空港まで6時間7時間ぐらい飛行機でかかるんですけども、費用的には15、6万の旅費がかかります。で、今回3泊5日のツアーに参加するのにやっぱり15、6万かかるんですよね。この時点で30万ぐらいいるんですよ。でその他、まあ飲食代とかね、いろいろあるんですけども、まあいろいろと使うものもあると思いますんで、そうですね、ざっくり見積もって1週間ぐらいの日程と50万円ぐらいのお金がやっぱかかるんだなと。まあ50万かからないし、50万用意した方が安心ですからね。50万と1週間ってものが、うん、今回消費されるんだなと思うと、やっぱりね、海外旅行が身近になったけども、まあ、ちょっとね、こう気合い入れないといけないところが多いんじゃないかなっていうのが、正直なところですね。まあ、私もですね、まあ、6、7年前に麻雀店の親父だった頃は、今度は海外旅行自分で行く人生があるなんて考えもつかなかったですね。まあ、私はもう今年は3回、インドネシアがこれ2回目で、ハワイ1回行ってるっていうところがあるんで、うん、生活本当に変わったなと思うんですけども、うん、でもね、やっぱり誰でも自分の好きな人生を選べるとは思うんですよね。うん、まあそういった方法をこれからもお伝えできればいいかなと思います。まあ、必ずしも旅行したからすごいってことではないんですけども、今回ね、速稼塾とか私の、ね、動画の視聴者さんすごく多いんで、うん、特にね、47都道府県、47都道府県オフ会っていうのがありますよね。それをやって各地区でお会いした方がなんか一堂に会してるみたいなんで、なんか修学旅行みたいな感じで、私はね、もうすごく嬉しいなってとこですよね。はい、では本日もですね、いろんなところから動画をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。